泊まれの300国でございます。よろしくお願いいたします。よしないことをし
してしまった、取り返しのつかない嘘をついた、心も重く少年と芝あたごした、裏町長屋の足軽長屋に戻ってまいりました。おさが今は戻ったぞ。はい、お帰りなさいませ。は、随分顔色が優れませんが、お体でも、いやいや体に触りはないのだ。今日はおさらに頼みがあっての、少々金の入用ができたのだ。今日から節約を旨としてもらいたいが、どうじゃ。はい、承知をいたしました。でも旦那様、節約と申しますと、これまでも勤めてきておりまして、これ以上の節約と申しますと、三度の食事を二度にして、お帰りにするとも、いやいや、それぐらいではこと足りんのじゃ。おさだ、今日から海苔を炊いてくれんか。わしは腹が減ったらその海苔を炊く、なめるで。はい、承知をいたしました。で、旦那様、そのようにして貯めたお金は何にお使いでございますか。もう今申したではないか。先生、金の利用ができたと。金の利用ができただけでは分かりかねます。訳はこうじゃと教えてください。あなた様のことでございますから、何か特別な事情がおありでのその覚悟と存じます。どうぞ訳を教えてくださいませ。お隠しなさるわ、水臭い。話して悪いことなれば、決して他言はいたしませぬ。真心を表に表して、爪をずつ妻の手を取りて、隠した好みが悪かった、訳はこうこうこういうわけ。今はの際の安兵衛殿に見分け範囲でありながら、嘘偽りをこの世にござる人なれば、なんとかお詫びもできようが、今となってはすべもなく、それゆえ来年2月には小野の頭の入れたちで、せめて命日墓参り、衣類大小尊領ぐらいの使用の金ができるまで、つらいだろうが我慢して、武士のまことを立てさせてくれと、夫が妻に手をついて
目の色が赤くなりましても、これが節約の第一歩ですから。それからというものは、妻がおからで夫が乗り、ウサギとスズメの夫婦ができた。これは誰かのいたずらでござろう。でも気になる
なのに、今から剥がしを行ってみよう。おしょう、今日はこれにて失礼つかまつる。ごめん。さて、こちらは荒川神代であります。まさか目付役の杉田殿がこの剥がしに来ているようなのとは思っておりません。いつものごとく墓参りを済ませまして、お物頭姿で共にと連れまして、さっそうと墓所でおとりします。これは待てみ、その方荒川純太夫ではないか。その方いつからそのような姿に相なったか、いつから物頭役に相なったか、役目を継がれとはカリカラに罪だぞ。さっと今から引っ捕らえてキュッと救命するところなれど、今日は三回忌の墓参りの中という見逃して遣わす。すぐさま長屋に戻り、サタナールの末路だぞ。サタナールまで一歩たりとも外ではないまかりかなわぬぞ。わかったか。光り飛ばされました。荒川重太夫、一言も言葉を返すこともなく、焦然と我が家に戻ってまいりました。こちらは目付役の杉田五代門でございます。目付役をするほどの人物でございます。日頃から荒川純太夫がどんな男であるか、どんな行動をしてきたかはよくご存知でございます。一昨年の赤穂浪士の切腹農林は解釈の役を立派に果たせした重大夫も、将来は見込みがあるものと思いまして、いずれは殿様に申し立て推挙してやろうと思っていたほどの人物でございます。この重大夫がこのようなバカなことをするはずがないとは思いましたが、役目でございます。殿様、お殿様にその日のうちに言上いたしました。お気に入りになった沖の神重大夫は軽犯人で、本当に優れたるものである。見学人において役人の器についてはカルカラに罪じゃ。しかし一昨年の赤穂浪士の解釈の理由は、立派にその役目を果たせしいものなり、末に見込みがあると思いよりし、かがる愚かなる行為に及びしは何か所作があるのであろう。世は世の家臣の者から一人たりとも罪人は出したくないのだ。それゆえ自ら取り調べを行う。すぐさま十代を平然に回すように。ああ、しばらくして役人に引き連れられまして参りました荒川十代。十代、苦しくない、表を上げ、無用の遠慮は帰ってくれじゃ。その方、尖閣寺において役目を偽ったと聞くが、軽々に罪だぞ。忠義な侍を弔うについては褒めて使わす。しかし役目を偽るというについては軽々に罪だ。その方、一昨年の赤穂浪士の切腹の際、解釈の役を立派に果たせし者なり、故に見込みのあるものと思いよりしが、かかる役目を偽るについては何でそのようなことに相至ったか、司祭があるのであろう。世は家臣の者から一人たりとも罪人は出したくないのだ。それゆえ直々に取り調べを行うのだ。世の心を無駄にするのでないぞ。さすが名君、沖の神。下がる
改めだよ。お家の来てをおかせしみに、もったいないお言葉。司祭というはおとどしの赤殺しの切腹の際、ナスベイ殿に解釈の役受けたまわり、今切腹という時に静かに我を見返って、面倒に前の土産話にせめてご尊名お役目をと尋ねられたるその時に、身はしがるの気配と申し上げたら、安兵衛殿がいかに寂しく思うであろう。
を抱かれ友人を連れて進学寺野生御殿に手をついて今日改めて言ったよ誰はばからず物頭役これ皆貴殿の中途部の誉れによって我もまた太平君の今のように三百石の破格の出世厚く御礼もします騙されて心地よく咲く色の梅